皆さんこんにちは。工学部機械知能航空工学科3年の MSM です。今回は私が東北大学を志望した理由について紹介します。それでは発表を始めます。私は先ほど申し上げましたように工学部機械知能航空工学科に所属しています。この機械知能航空工学科にはさらに詳細な7つのコースがあります。機械システムコース、ファインメカニクスコース、ロボティクスコース、航空宇宙コース、量子サイエンスコース、そしてエネルギー環境コースです。上記に加え、日本人と留学生が英語で学ぶ、国際機械工学コース、国際教習型コースもあります。このうち私は、航空宇宙コースに属しています。ここから、私が東北大学を志望した理由をいくつかの項目に分けて話します。まずは環境面からです。私は出身が同じ東北地方です。そのため、東北大学はよく知っていた大学であったこと、地元からそう遠くまでは大学で行きたくなかったこと、高校で先生が東北大学についてよく語ってくれたことがあります。また、高校の部活動の先輩が合格体験について話してくれたり、大学に合格した後にどういう勉強をしたかについて話してくれたりする機会があったのですが、そういった機会を経て、具体的にどうすればよいというのかということについて実感できたことも大きいです。続いて、興味関心についてです。私はもともとものづくりに興味があり、工学系統を高校1年生の時から志望していました。また同じ工学部でも、やはり就職の弱み強みというのがあるため、将来の就職のことも考えて、東北大学を志望しました。東北大学を志望した当時、将来は航空宇宙関係の職業に興味があったこと、また地元が同じ東北地方であり、東京以西の大学には帰省や万が一のことも考えて、あまり乗り気ではなかったことも挙げられます。以上が興味関心についてです。勉強及び環境面についてです。東北地方にある、そして研究施設が充実していて、学業や研究生活に打ち込める大学を実際に検索してみると、案外そう多くなく、その中でも自分の中で最も最適だと思ったのが、この東北大学でした。また、私の志望動機的にも、東北大学が最適な選択肢でした。以上の理由から、私は東北大学の工学部機械知能航空工学科を志望し、そして入学しました。ところで、皆さんは大学をどう決めますか？自分の興味関心で選んだり、得意不得意で選んだりするのも良いでしょう。また、周囲の人たちの話を参考にしてみてください。自分ではわからない意外なことがわかるかもしれません。また、大学に通学する際のことも考えて、地元の近さや大学の立地条件も気にした方がいいでしょう。大学生のうちは何度か帰省するかと思いますが、あまり遠くの大学に行くと帰省ができなかったりするので、その点についても考えてみると良いでしょう。また、大学によって、その周辺地域のアルバイトの時給、そして環境も違うので、その点について考慮してみてください。しかし、やはり、大学に進学するのは、学問をやるためです。そのため、その大学の強み、この点については、よく考えてください。それでは、具体的に大学を絞るには、どのようにすればいいのか、一番のおすすめはオープンキャンパスです。実際に足を運んで自分の目で見るのがいいでしょう。しかし、このコロナウイルスが流行している中、実際に出向くのは少々気が引ける方も多くいらっしゃると思います。そういった場合はオンラインでオープンキャンパスをやっている大学も多々あります。事実、東北大学工学部ではオンラインオープンキャンパスを行っています。動画の概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ参照してください。
また各学部学科の紹介サイトもある大学が多いです。この紹介サイトにつきましても動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。またオープンキャンパス等の機会ではなく、自分で任意に訪れる場合は事前に予約を取って訪れるのも良いでしょう。続いて、もっと現実的な側面。例えば高校の勉強がほぼ理解できないのに東北大学に入学することは少々厳しいです。高校の時の成績や、また東北大学について情報の豊富なところを探してみてください。また、私はなぜ東北大学を志望したかというと、成績もそうですが、先生が親身になって考えてくれたところが非常に大きいです。皆さんはどう決めますか？大学に入ってからの講義も考えられるとより良いでしょう。大学でどのような講義が行われているかについては、各大学のホームページに必ず載っています。東北大学は、一般教養科目及び専門科目で管轄が分かれていますが、それぞれ東北大学の公式サイトからアクセスできるようになっています。皆さん、そこから講義について探してみてください。また、もし東北大学を受験する皆さんは、前期試験ですと大学合格から入学まで半月ほどしかありません。そのため引っ越し等も考えて栄養入試も視野に入れると良いでしょう。最後にまとめに入ります。将来就きたい職業、先輩先生のお話、そして地域と自分の成績、これら総合的に考慮して志望大学を決めましょう。また大学の入学した後のことも考えられるとベストです。興味や関心のある分野を考慮する必要があります。目標の大学に行くためには高校の時の勉強を頑張らなければいけません。どの大学を志望するにしても、今行うべき勉強を一生懸命行ってください。自分の力で行った勉強は必ず将来役に立ちます。皆さん、今目の前にある課題は苦しいかもしれませんが、ぜひ頑張ってください。応援しています。